ライズという、まあ、洋楽ですけども、はい、ライブやっておりまして、でその時はちょうど偶然にも彼女の命日に近かったもんですから、その時に、まあ、お客さんの前でなんだけどもちょっと1曲やってみようかなということで、はい、2年続けて1曲ずつですけども歌わさせていただいております。あ、そうなんですか。はいはいはい、あの藤井さんの歌を歌って何かこう思い出すこととかってあったりしますかね。思い出しますよ思い出します。それはもちろんいろんなこと思い出しますけども、言えることですか。でも僕は、まあ、あの自分で思い出すというよりも自分のことで気づいたんですけど、自分の歌ではあまりいい歌だなって自分は自分の歌で思ったことないんですけども、彼女の、まあ、藤井恵子さんの歌を歌った時に、はい、ああ歌っていいんだなというではじゃあ今日も、はい、今日もいろんなことを思い出しながら、はいはい、ご披露いただきたいと思います。それではお聴きください。テレビ初披露、前川清さんで新宿の女。私が男になれたなら、私は女を捨てないわ。ネオン暮らしの蝶々には優しい言葉が染みたのよ。バカだなバカだな、騙されちゃって、夜が冷たい新宿の女。あなたの夢見て目が濡れた、夜更けの寂しいカウンター、ポイとビールの線のように私を見捨てた人なのに、バカだなバカだな、騙されちゃって、夜が冷たい新宿の女。新宿の女、前川清さんでした。